年収チャンネル。はい、年収チャンネルの鴨本です。佐々木です。上本です。じゃあ久々質問回答会いきますか。イエイ、いきましょう。はい、株元社長は上本がチャラチャラしていることに対して何も思わないのかという。ああ、社長の監督責任的な。そうだよ、監督不行き届きってやつですよ。なるほどね。むしろどうぞっていう感じだけどね。あざます。監督してほしい。別にその監督してほしい。別に上本がそれで万が一なんかね捕まっちゃったりしたらあれだけど、そしたら YouTube で報告するけど、全てをコンテンツに変えていく。まあ、チャラチャラとは違うかもしれないけど、女の子たちがいっぱいいる飲みとかに行った時にさ、毎回ホイホイ持って帰る人とかって、仕事できんのよ、大体そういう人って、持って帰れない人が仕事できないとは言わないけど、持って帰る人って結局ワンオンワンのクロージングでその相手のまあ、時間的メリットだったりとか金銭的なのか、もしくはその QOL を上げるための将来の付加価値をその場でうまく提示してるのか、まあ要は女の子のニーズをちゃんとこう満たした上で合意のもと連れてってるわけだから、それができるってまあ営業的な感覚もある程度求められるしね。そうですね、合意のもとだよ。今いいこと言った。一切女の子持ち帰れませんみたいな、でその持って帰れないのに興味ないみたいなこと言う人も多いけど、まあ、基本的になんかそういう人の方が仕事できるなと思いながら僕は見てますけどね。ありがとうございます。お墨付きをいただいたんで。なんかやだ。なんかやだ。真面目な方がいい。なんかやだ。いやでもね、もちろんね例外もあるしけど、統計取ったら絶対持って帰ってる人の方が稼いでると思うよ。やっぱある程度こう商談と近い部分という通ずとかもあるしね、女性を持って帰るとかっていうのはいいことだという、そういう文化でいいと思う。俺は世の中僕もいいと思います。ダメ。ただまあお金持ってるとね、最後の背中を押すのでお金のパワー使えたりとかするだろうから有利だよね。そうだね。さっさばでバーンって金、ね、ほっぺ引っ張られてなんかやや、なんだろうな、それはちょっとまずいんじゃないかな。それはしてないよ。ほらほら、どうだどうだどうだこれ。やってないよ。まあまあまあ、そんなことあったかな。50万でどう。沖縄事件。やだやだ。そういう選択肢も増えるっていう意味では稼いだ方が有利だけど、でも基本的にさらつくのダメだ、コンプラ NG だっていうのはだんだん古くなってるだろうね。まあね、なんかそんなこと言ってる経営者の方が遊んでるし、ね、もちろん合意のもと、もちろんです、コンプラはちゃんと守ると、まあ、どこまでをコンプラっていうのか分かんないけど、ソックさんメンバーってなんか遊んでる人多いから、そこに対して何も思わないですね。いい社長。女の子好き？好きだよ。うん、じゃあカメラに向かって。好きです。はい、はいはい、何の話だよ。補足してね言うと、あの結局女性にもよるけど、まあ、商談もなんかさ相手のニーズあんまり聞かないで自分のことばっか話してるみたいな人って結構こう不快じゃん、一緒にいて。例えば商談の時とかも自分は実はこういう生い立ちでこうでこうでって聞いてもないのに、つまんない話をダラダラやるのってある意味俺の時間を一番奪ってる、めちゃくちゃ迷惑な存在で、全然お前のこと興味ないのにこの10分15分超無駄だったなって言って一番俺ムカつくのそういう時なのよ。っていうのって、まあ、コミュニケーション力だったりとか相手がどう自分のことを見てるかみたいなところが察する能力みたいな、あるわけじゃない。それは多分女性と二人でいる時ももしかしたら通ずるところがあるかもしれないですね。まああるんじゃないですか、普通に。で、どの手札切ろうとか、どう思ってたらどう言おうとか、本当めちゃめちゃ大事だと思います。はい、じゃあちょっとなんか僕まで飛びしそうなんでこの辺で締めたいと思います。飛びさせようかと思ったけどやめた。はい、やめた。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。佐々木の一言。上本さんの行く末が心配です。